西明美は日本の女優である。本名は西野純子、西明美と語記されることがある。連続テレビ映画、太陽に吠えろ。の刑事、長さんの妻、野崎康江役でのセミレギュラー出演で知られる。恋の応援団長のカットタイトル。新東方ニューフェイスとしての顔見せ出演であった。太陽娘と社長族公開時のポスター。西野名が確認できる。 東京都目黒区出身、純真高等女学校、文化服装学院祭団科卒業。宇治美佐子、久保直子、南隅子と同期入社である。1952年、新東方に入社、記録に残る最も古い出演記録は、同年6月19日に公開された小林慶樹主演の映画、恋の応援団長である。同作は、井上梅治の 第一回監督作品であり、西は山中美佐、三島康子、若宮清子、久保直子、青木康子、南隅子と共に、新東奉入フェイスとして、スクリーンに登場した。早くからスタートしており、同社在籍中の1956年12月13日から1957年3月6日に、KR テレビで放映されたテレビ映画、有勢人 M にも出演している。 この当時は、新東宝撮影所に近い世田谷区うなね町に住んでいた。1961年8月31日、新東宝は倒産、制作部門は、同年11月15日に切り離されて、日本アートフィルムカンパニーになったが、翌1962年2月11日に、日活が配給して公開された、俺が裁くんだ、同年6月3日に、 大映画配給して公開された、悲しみは、いつも母にといった、新党放祭末期の制作物にも出演した記録が残っている。同年に放映を開始した、ノブヒロシャプロダクション制作の武田アワー枠の連続テレビ映画、恩密剣士にも、同年10月28日同年11月18日に、放映された第4話から第7話に、アイヌ人、クララ役でレギュラー出演した。 その後一年半ほどの出演歴が不明であるが、1964年6月に公開された成人映画、女狼に出演、以降、独立系各社の作品に出演した。日本映画発達史の田中淳一郎は、同社の中で黎明期の成人映画界の主な出演者として、大木町京子、立花の稽古、城山道子、内田隆子、香取玉木、新高恵子。 松康子、朝日陽子、香取小花村明子、森美佐、湯川美佐、三岡さなえ、道、かな子、有川二郎、里見浩二、河辺治虫、佐伯秀夫と共に西の名を挙げている。西が独立系成人映画に出演したのは2年に満たない期間であり、現在上映用プリントが残っていることが確認できる作品は内田隆子の主演作。 人妻の予定日のみである。挑まれた女、処女の反発、番頭汚職家日記が主な主演作である。1967年にはすでに成人映画の世界を去り、同年1月18日に放映された児童向け特撮テレビ映画、怪獣ブースカの第11話、ブー横丁の学習塾に出演し、主人公の友人の母親役を演じている。以降、 映画会社が制作する連続テレビ映画に多くゲスト出演した。中でも、1972年に放映が開始された、太陽に吠えろ。では、レギュラー陣の下川達平演じる、長さんの妻、野崎康江役を得て、同年12月15日放映の第22回、刑事の娘以降、1980年代までセミレギュラー出演を続けるに至る。太陽に吠えろ。 では、1977年1月21日放映の第235回、刑事の娘が嫁ぐとき、同年4月22日放映の第248回、ウェディングドレスで、夫役の下川と共に、花嫁、良子の両親を演じた。野崎家の長男、俊一役を演じたのは、石垣慶三郎であった。同作への出演は、全28回に及び、 1981年10月16日放映の第479回怒りのラガーが最後であった。テレビドラマの中でも出演作のほとんどすべてがテレビ映画であり、基本的には映画人の人脈の中で女優人生を送った。1980年に発行された日本映画俳優全集女優編には西についての記述が存在しない。 記録に残る最後の出演作品は日本テレビ放送網とユニオン映画が制作した受験記者チャボであり、同作は1983年11月5日から1984年5月5日の期間に放映されたものである。同作以降の出演歴はテレビ、映画いずれも見られない。同年以降に引退した太陽に吠えろ。で、夫婦役であった下川は、 2004年3月25日に万73歳で死去している。西が存命ならば2014年現在では82歳前後の高齢である。クレジットはすべて出演である。東京国立近代美術館、フィルムセンター等の所蔵状況についても記す。ありがとうございます。